午前11時過ぎの米子市内です。高砂の影響で空が黄色く霞んでいます。また、通常だとこちらの方向に見える大山も、今日は全く見えません。今日は西日本の各地で高砂が観測されました。気象台によりますと、松江では、物が肉眼で見通せる距離、指定が一時4キロを切りました。高砂、高砂。高砂だ、そうだ、高砂。 カラカラってかなんか喉がなんかパサパサしてる感じ。まあ車が汚れるかなっていうところですね。でもあんまりまあ出たくはないかなって。と米子市内では数百メートル先の建物や看板米子城跡も霞んで見えます。その米子城跡に登ってみると。 与那国城跡の桜ほぼ満開となりました。一方で景色はかなり霞んでいます。市街地の先おそらく日本海があるんですが、もう全く見えません。雲ってる。うん。なんでこんな白いんですかね。大船 <laughs> も全く見えないですもんね。こちらは出雲市氷川町で2日前に撮影された写真。 菜の花と島根半島の北山とのコントラストがくっきりと映っていますが出雲市氷川町に来ていますこちらには黄色の菜の花が一面に広がっていますしかし上空、黄色の砂のせいでしょうか本来こちらからですね、島根半島の北山がくっきりと見えるんですが今日は霞んでいて全く見えません目も鼻もかゆいです 今日の同じ場所の映像、交差で霞んでしまっているのがよくわかります。また鳥取県は今日 PM2.5 の濃度が急激に上昇したとして、2015年の運用開始以来初めての注意喚起情報を発表しました。県内4カ所にある観測点のうち、特に倉吉で急激な上昇が見られたということです。気象台によりますと。 黄砂はあすにかけても警戒が必要で、車や洗濯物への被害のほか、見通しが悪くなることでの交通障害、また目や皮膚のかゆみや痛みといった健康被害にも注意するよう呼びかけています。